渋谷ホワイトシネクイントは12日9月20日から1週間限定で予定していた映画シザーハンズ1990リバイバル上映を中止すると発表した画像別人みたいひげを剃ったジョニー・デップの禁映上映決定の情報は11日に発表されたばかり劇場は公式サイトにて9月20日金曜日26日木曜日に 上映を予定しておりましたシザーハンズにつきまして諸事情により上映中止とさせていただきます。楽しみにしてくださっていた皆様に心よりお詫び申し上げますとお知らせを掲載した。上映中止のいきさつについてかねてより海外窓口と上映について交渉を進め許諾を得ておりましたが先方担当者の認識に誤りがあり、 国内での上映は難しいという判断に至りましたと説明。重ねて、今回たくさんの反響をいただいた皆様に作品をお届けすることができず大変申し訳ございませんと謝罪している。シザーハンズは、ジョニー・デップが主演を務めたダークファンタジー。両手がハサミの人造人間、エドワード・ジョニーと、心優しい人間の娘・キム、ウィノナ・ライダー・ が織りななす切ない恋を滑車した最新作「ビートルジュースビートルジュース」9月27日の公開を控えるティム・バートン監督がメガホンを取った。編集部倉本拓。